いや今日は天気いいもんね。今日ね天気もいいし、うん、すごいお日柄もいいから、うん、やっぱり某日ですけども風呂、あ風呂、はい、まあそうだね、サウナスパハンターなので。それはそうだね、このチャンネル風呂だもんね。まあ元というか風呂目的、ね、まあ、それもありのご飯もっていう感じなんで、うん、じゃあ今日はいどこ行くの。あ今日はね琴似と新川を結ぶ動線でちょっとアテンドしたいななんて思っては、扇の湯っていう、あこれ、ね、これちょっと言ってよ言ってよ。駐車場アポ取りがねちょっと取れなかったんですよ、はい、いろいろあって。は？駐車場アポ取りがねちょっと取れなかったんですよ、はい、いろいろあって。は？え？アポ取りしてないの？アポ取りしないで行くのサウナ。いやだからアポ取りをして、うん、しましたしました、うんうん、したんですけど、ちょっとあの自分の不具合によってどういうこと？自分の不具合によって総じて、うんうん、ちょっと取れなかったんですよ。コネクションは取れたけどアポイントメントは取れなかったという、細かく言うと。え、ダメってこと？接触はできたんだけど。え、来る、来ちゃ、今日撮影しちゃダメってこと？はい。で、どう、え、ちょっと待って、ちょっと、おかしいおかしいおかしい。今日は、いや、結構急だったよね、この日を、で撮るよって。お風呂行って、サウナ飯行きましょうっていう撮影の日じゃん。っていう体で。撮れなかったの、アポ。あ、撮れなかった。なんで今日撮影してんのじゃん。やっぱりほらみんな忙しい中で時間割いてくれたからには何かしら決行しようと、うん、いいよ、うん、撮れなかったけど言ってくれたらさ、じゃあ別日でってなるじゃん。ああ、いやいや忙しいから。いやいや、まあ、忙しい、まあ、やっぱもうここってなったら、ね、え、じゃあ行かないってこと？今日何すんのじゃあ。いや今日だからあのサ飯を。 YouTube の企画は、はい、そのサウナじゃない、サウナがメインコンテンツで、そのサウナとともに合うご飯、うん、サウナ入った後に食べるご飯みたいのが売りなわけじゃん。いや違うの、それ もあれ方向性変わったの、それももうね、あれも古い、ああもうたかが豚丼されど豚丼って看板すごい気になる。ついたの、ついた。何おすすめですか？B ですね。 B、なるほど、はい、じゃあ C がいいですね。ご飯ってどれぐらいですか？270です。じゃあすみません C、はい、一つは C の中盛りで、はい、C で中盛り、はい、ロースの B で、ロースで B 普通で、はいはい、すみませんお願いします。味はもちろんなんですけど、うん、ポイントカードがあって、こういう豚香カードって、やっぱり有効期限のところが一番ね、あ、すげえ営業してる限り。ただし2人とも年寄りに注意と。今まで通り過ぎてたんだよな。ね、もったいないわ。だって怖いもの。怖い、うん、新規開拓怖いから。あ、保守、うん、保守だ。そうそうそう、すいません、ちょっとあ、行きますか俺。うん、肉とご飯行きたいタイプなんで。わんぱくだな。うわ、わんぱくだな。これ最高じゃん。うわ、いただきます。うまい、うまい。大丈夫ですか？めちゃめちゃうまいし、うまっ。ナオトさん困惑されてますから。なんで今まで来なかったんだろう。うまい、ちょっとうまいですね。これはでも翼も生えそうなね。めちゃめちゃうまいわ。広いですね。うん、最終戦争だ。もういっちゃうよ、ドン。おい、うわ、わー、ウォーズ、ウォーズ、このあウォーズだな、これ。わかる、この絶妙な温玉。これはちょっと、ちょっと、ね、うわー、最高。うわ、見てもあ見て、 ありがとうございました。今みんな待ち受けにしてこれ。うまっ。失礼なんですけど、
タレって自家製ですか？やば。なめんなよ。何言ってんだよ。愚問愚問。いや、おいおいおい。失礼だな。いや、それは聞かないと一応。ここ売りだから。いや、そうですよ。決めがさ、ついてるのがめちゃめちゃいいよね。いや、うまそう。ロース。ひらめきで思いついたって言ってました。この豚丼やる前にね、帯広に食べに行ったの。行く前はその、まあ、それこそ高が豚丼、はいはい、そんなつもりで食べに行って、あで、まあ、美味しくて、だから自分で豚丼屋さんやってもいいかなって感じで、サレと豚丼、その高が豚丼からの実食からのサレと豚丼に、その思いをそのままタイトルにするっていうその感じが、ね、ごちそうさまです。また来ます。ありがとうございます。出す。どうも。今日終わりでしょこれで。いやいやいや、まあまあまあ、まあ、もうそんなわけない。そんなことはないですけど、風呂もアポ取りできてないし、もう食うもん食ったわけだし、もう俺は寝たいよ帰って。せっかくこの道の、この一本の道の中でっていう今回のテーマでなんとなく探しちゃったもんだから、うん、やっぱ締めはデザート行かせてくださいよ。デザート行くの？はい。いや、まあいいでしょうね。デザートね、美味しいデザートが食えるんだろうな。ちょっとこれで帳消しにしてほしい。俺デザートにうるさいからね。何のデザートなのか知らんけど、うん、まあなんやかんや言ってましたらそろそろ着きますよ。つく、はい。ケーキ屋さん？ケーキ屋さんなのか。あ、何屋さん？ありがとうございます。はい、お待たせしました。ね、可愛い形して。買ってきてくれたから、うん、申し訳ないんだけど、うん、ソフトクリーム食えないのよ。あ？いや、歯じゃないの。そんな人いる？いるよ。いや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 、聞いたことないね。ソフトクリーム食えんの聞いたことないですよ。残念ながらね、お世辞にもね、美味しそうには一切見えないのよ。意外と固めだけど、もうこの溶けてるのを見た段階で俺は食欲失せちゃう。この感じ、この垂れる感じ、わかる？普通はさ、これ美味しそうなのよ。すごい美味しいの絶対。で、俺はこれダメなの。アイスじゃなきゃ。ハード。ハード。ソフト、ノーソフト。ノーソフト。ハードクリーム？ラクトアイスが大好き。ラクトアイス。一応。いや、そんなことないよ。ここはいい？お店の中じゃないから。じゃあこっちどうすか？ここはいい。いや、これもっとダメだよ。もっとダメ。嫌な予感したんだよな。あそこにソフトクリームのモニュメントがあるから。うん。ちょっとね、フラグっていうか、入店する前触ったの気づきました？あの先。気づかない。あれ、それ持ってくるよって一切気づかない。そうなの、うん、今後覚えておいてくれ。ケーキがいいよ。あ、見てきてくださいよ、どうぞ。いや、お疲れ様でした。お疲れした。お疲れした。ありがとうございました。いただきます。反省点はアポ取りですね、今回の。アポ取りと撮影の順番をちゃんと考えてください。はい。一本の道なのにお店見失うかつそんなことないから。そうですね。結構ね、あるんですね。最近は前日とか前夜とかに物事が起き出すことが多くて、ふわってなる。第二候補とかです、ね。まあ、そこが反省点でございます、うん。まあ、ちょっとこれに味を占めてやっていきたいなと。うん、味占めたらまたアポ取れないから気をつけて、ね、そこだけは要注意。